どうもしゅんです。こんにちは、すつです。僕のチャンネルって就活生だけのターゲットだったんですけど、はい、僕自身が就活は終わったんですよね、ある程度なので就活のコンテンツもやるけど、転職とか副業とかもやっていきたいなって今思ってるんですよね。まあ同年代の方もね、みんな僕の周りも一応社会人になってきてるんで、そうですよね、ちょうどいいタイミングだと思いますね。コメント欄とかその YouTube 界隈とかでやっぱ企業案件が嫌われたりとか、お金を稼ぐことは嫌われがちなコンテンツだと思うんですよね。とってもそうですね。でスーツ君はそのお金を稼ぐっていうことをちゃんと明言していて、うん、それを目的に YouTube チャンネルを運用してるっていうことを言ってるので、うん、結構特殊なチャンネルというか、うん、そんなにお金を稼ぐことに対して嫌われたりとか言われたりすることはあんまりないですよね。多分一般よりはかなり少ないと思います、まあ、もちろんいろんな人が見るんで言ってくる人いますけど、はい、そんなに多くはないですね。そうですよね、うん、でこれはそれこそ転職とか副業とかにもなんかあるらしくて、うん、会社に属してながら他の企業で働くっていうのがなかなかやりづらいっていう、あのコメントとかをいただくんですよね、はいはいはい、でそれはお金を稼ぐこととかと本質的には一緒だなと思ってて、うん、で今日お話ししたい内容としてはお金を稼ぐことは悪いことなのかっていうことをテーマにお話しできたらなっていうふうに思っています、うん、なるほど。で僕自身はまあ悪いことではないとは思ってます、まあ、お金というのは人を幸せにした対価だと思うので、うん、それが多ければ多いほど多くの人を幸せにしたっていうことだと思うので、うん、悪いことではないのかなっていうふうに思ってるんですけど、スーツ君はどう思いますか？まあ、まず結論を言うと僕も悪いことではないと思います、うん、で、まあ、今まさにおっしゃったようにお金を自分が稼いできたのは誰かのために何かをしたからこそお金を稼げているわけで、はい、別にそれがなんか恥ずべきことだとかね、おかしいことなはずはないし、そのお金をまた使うことで誰かの役に立つんだから、うん、いいというのがまず根本的な話なんですけど、はい、まあ、それだけじゃ動画も面白くないと思うんで、はい、あえてですね逆の立場に立って言いますと、はい、お金を稼いでいる人を見るのはあまりいい気分じゃないんじゃないか、特に稼げない人には、確かに、うん、ということは思ってて、別にお金を稼ぐことがみんなに対する貢献だから、はい、だからいいのかっていうと、まあ自分がね、例えば誰かに貢献してあげたくてもできないってことあるじゃないですか、はい、例えばで自分もこういうふうなことしたいのにできないって思いを抱えている人がバンバンみんなに貢献して金稼いでる人を見たら、まあいい気分はしないんじゃないのかなっていうのは、おっしゃる通り、おっしゃる通りですね。そうそう、ちょっと僕の話続けてもいいですか？長いけど、ごめんなさい、はい、前に僕がお金なかった時に軽井沢に行ったんですよ、はい、で、めちゃくちゃ豪華な別荘みたいなのあって、僕はもうどうでもいいようなご飯しか食べてないみたいな、もうコンビニの菓子パンだけで1日3食やってる生活だったんですけど、うん、それで、まあ、動画のネタとはいえ軽井沢の別荘の前に行って、はい、なんか別荘のね、人にね文句言ったことあるんですよ。こんないい家住み上がってみたいな、うんうん、別にその人たちの勝手じゃないですか、はい、だから僕もねそういう気持ちは分かってるつもりです、うん、しかもなんかお金を稼ぐとは悪いことじゃないって僕も思うんですけど、なんか YouTube 活動とかその企業さんと関わることを通じて世の中には2種類のお金持ちがいるなっていうふうに思ったんですよね。だからお金の稼ぎ方的に誰かを幸せにしているお金の稼ぎ方と、お金が先に来てお金のために働いている人が2種類いるなって思って、で意外と 2番目の人は一定の割合でいるんだなっていうふうに東京に来て思いました、うんうん、まあそうですね、僕も実際別に視聴者の皆さんに見ていただいてることは感謝してはいるんです。ただ別にみんなに見てほしいからとか、なんかみんなの笑顔が僕の糧になるとか、そういう考えですね、はい、正直一ミリもなくて、まあそう見てくれるのは嬉しいですよ、はい、でもじゃあみんなが見てくれてなんか温かいコメントを送ってくれたら嬉しいのかっていうと、それよりも圧倒的に通帳にね、いくらいくら万とか書いてある方がまあ嬉しいわけですね、はい、まあ、そういうのはもう送りたい人の自己満足だから、うんうん、別に送りたければ送ってもいいけど、別に頼んではいないっていう感じですかね。幸せに誰かをしなければ稼げないっていうことを分かった上でやってるんですけど、例えば旬ダイエの企業タイアップいくらいくらで、まあ、1万円で売ってますっていうところを僕らに売らしてください、うん、で例えば10万円で売ろうってして、本当は1万円の価値なのに10万円で売って、で満足度も1万円分ぐらいしかないから誰も幸せにならないって結構あるんですよね。そういった提案とかも本当2日に1回ぐらいなんですけど定期的にあって、はいはいはい、そういうのを見ると、やっぱ働くっていうのはお金だけではないんだなっていうのは思いますね。まあ、確かに僕もね、誰かに何かお金取るんだったらば、ちゃんとしたものを届けた方がいいと思ってるんですけど、はい、まあ、中には営業のメールでなんかクソな営業メールみたいな送ってくる人いますよね。そうですね、うん、意外とリアルでもいて、僕のその人を見分ける力が全然ないっていうのは結構あるんですけど、この人意外と
ちゃんとした人かもなとか思っても、あれ最終的に2回目の打ち合わせとかであれって思うところもあるんですよね。まあ、だから意外とそのお金を稼ぐことは悪いのかっていうのは一括りでしたら悪くないとは思うんですけど、稼ぎ方みたいなのはもう精査しなきゃいけないなとは思いました、うん、どんな風にしてその人がお金を稼いでいるのかっていうのを見ていくことで自分の利益になるかもしれないですね。本当お金ない時、僕とかも1年前とかもセブンイレブンでアルバイトしてて、東京行くためにまあ月7万ぐらいバイト代で稼いで、東京行くためにまあ2万、学割使って2万4000円なんですけど、まあ2往復したらまあ5万近く使っちゃったんですよ。だからまあ生活費が1万で抑えなきゃいけないことがあったので、喉から手が出るほどお金が欲しい時とかって、やりたくないこととか あんまりやりたくないなとか、やらざるを得ないようなことをやっててお金を稼ぐみたいなのも、まあアルバイト以外とか、まあ、動画編集を本当はやりたくないけどやったりとかしてたんですけど、一方でお金をある程度稼ぐことによってやりたくないこととか選択の自由が広がるっていう点では、その幸せにはならないかもしれないけど、不幸せがゼロにはなるなとは思いますね。そうですね、確かにこんなの受けたくないわと思ったら、別にお金あんだから受けなきゃいいですもんね。そうですね、まだまだなので全然全く稼いではないんですけど、稼ぐこと自体は悪くないなとは思いますね、まあ、あとは稼ぎがある人が、どんな風に振る舞えばいいかみたいなのって何かあるんですかね。謙虚の方がいいんじゃないですかね。そう、なんかあんまり使わない方がいいのかなみたいなのあるじゃないですか、はい、何に使ってます逆に。動画以外でですよね、はい、動画以外で使うことって実際でも、まあ、食事かなやっぱり、なるべくバランスよく栄養のある食事をっていうことは一応考えてはいるんですよ、うん、もう家にいるともうなんかデタラメな食事になっちゃうんですけど、外で出かけてる時なんかはね、はい、考えてるつもりで。食費って言っても10万もいかなくないですか。もういかないと思います。計算したことないですけど、お金持ちなんでね、うん、結論、お金を稼ぐことは悪いことではないっていう意見ですかね、一意見としては、うん、お互いにそうですね。ちょっと次お会いするまでにちゃんと利益を追いつけるように頑張ります。ああ、いいね。ありがとうございました。ありがとうございました。 OK です。じゃあちょっとサムネ用に、はい、なんかこういう写真っぽい、あ、これでいきますか。でもちょっと地味ですね、これね。なんかじゃあちょっとアップ目にしますか、うん、稼げる感のお金を表情でいきますね。いきます。はい、チーズ。OK です。ありがとうございます。